こんにちは、すけです。ホームスカイプ続きやっていきます。現在のパズルレベルは3151です。めちゃくちゃ進めて、めちゃくちゃ星溜まった。173もある。ここ今完了になっちゃってるけど、このレトロなパーティーっていうイベントがあったんだけど、間に合わなかったんだよね。めちゃくちゃ頑張ったんだけど。ソファーとドラムと、大きなメロディー。これなんだろう、ジュークボックスかな。あと白いピアノ。これが取れなかったわ。ただ階段とかは取ったんだ。ちょっと見に行く、実家。時間見に行きましょうか。こんな感じ。すんげえド派手じゃない？この階段。階段超ド派手だよね。これはいいわ。あと地味にここの本棚だったところがレコードの飾りみたいな。これも気に入ってる。なかなかいいよね。猫のどんぐりの住処というか、キャットタワーのところもおしゃれになってるでしょ？どんぐりも気に入ってるかな？ここのね、ソファーとこの棚？食器棚みたいなやつ。この二つが変わってないんだよね。で、あとここのチェロだかコントラバスだかが置いてあるところ。ここにピアノが配置される予定だったっぽいけど。で、全部揃えたら、ここの水槽が、なんかロカビリーの銅像みたいなのに変わるっぽかったです。完成形これで見れる？完成形はこんな感じらしい。ちょっと3つ取れなかったんだよね。まあ、めちゃめちゃパズルが難しいし、時間も短いんだよな。結構集中してやったんだけどね。睡眠時間削ってまで。間に合わなかったわ。これやれた人相当すごいね。まあ、でも、こっちの、オースティンのロックミュージシャンのやつは全部いってる、これ。完璧に行きました。まあ、自慢。唯一の自慢。よし、ちょっともう一回、別荘に行こう。ストーリーやっていこう。現在のストーリーはロビー親子がキャンプに来てて、人ん家の森をもうめっちゃ大改造しまくってます。で、ボーイスカウト、ガールスカウトみたいなレンジャー部隊、なんだっけ、ビーバー隊だったっけかな？それをこのロビーの娘のクロエと、実家の近所に住んでるスコッティが、ここ、ゲストハウスで、授業を受けてます。レンジャー部隊って授業を受けるのかな？あ、でもなんか、いよいよストーリーがですね、ハイキングへの出発。なので、この、なんて言うんだろうな、筆記試験というよりかは、今度、いよいよ実技だね。実務任務というか、なんというか、現場へ向かいます。というわけで、早速見ていこう。ハイキングへ出発。そうそう、先生はトムです。最初はキャサリンで、次はシャンティだったんだけど、これはアライグマの足跡だ。多分な。そうかな？どうかな？どうだったかな？忘れたぜ。触るなよ。とっても大丈夫なキノコかどうか、俺は分からんからな。ハイキング大成功！あ、大成功だったんだ。早いな。パパ、ハイキング、とっても楽しかったわ。森は全然怖くなかったし、とっても綺麗だったの。食べられるキノコも見つけたしね。おう、やったじゃん。すごいな。クロエとスコッティは森で暮らしていけるな。さあ中へ入って取ってきたものでキャンプの夕飯でも作ろう。すげえ、いっぱい取ってる。めちゃめちゃ取ってるキノコ。あとさっきトムが言ってたセリフ結構適当だったんで、正確に知りたい人は動画を巻き戻して一時停止してセリフを読んでください。ダメよパパ、本物のキャンプ料理は焚き火で作らないと。ちゃんと作りたいの。ああ、わかるよ。雰囲気重視だね。じゃあ家から鍋やフライパンを取ってくるよ。ロビー、ここにキッチン道具を置くための棚を作ってくれないかい？今から？もうキノコ取れてるのに今から棚作るの？まあ、木工大工のロビーなら簡単か。もちろんだ。スコッティも手伝ってくれるだろう。ハイキングから帰ってきたと思ったら、やけに静かなんだが、ほんとだ。さっきから喋ってない。だって、森が広すぎて、どうにかして保護できないかって考えていたんです。トム一人じゃ無理だから、僕たちも手伝わないと。おう。すげえ、やる気満々。例えば、展望台に双眼鏡を置いて、森全体を観察できるようにするとか、フライパンを置くラックを作ってから双眼鏡も設置しましょう。すげえ、スコッティがすげえ。スコッティの言う通りだな。わかった。そうしよう。オースティン、展望台に双眼鏡を設置してもいいか？素晴らしい考えだね。でもその前にキノコを食べよう。私たちはシマリスじゃないから、キノコを食べないからって死にはしないわよ。まったく。
ごめん、ちょっとセリフ読み切れなかったんで、だいぶ適当です。じゃあマジで後で巻き戻してちゃんと読むわ。よし、続き見ていこう。棚を置く双眼鏡を設置する。忘れないうちに双眼鏡作っちゃおっか。おー、これ単にスコッティが双眼鏡欲しかっただけかもな。最初に見てもいい？もちろん。どれどれ？おー、黄色い鳥がいっぱいいる。え、あ、おー、おー、虹んとこ、魚がいた。黄色い魚がいる。全部黄色いな。あ、これはアライグマですか。あ、アライグマだ！おー！初お目見えじゃない？今まで穴の中にしかいなかったけど。やったぜ。オースティンさんとウッドさん。手なんか振ってどうしたんです？何か見えないかジェスチャーで聞こうと思ったんです。あー、なるほど。スコッティが今上にいて覗いてる時に下からジェスチャーしてたってことか。まだ覗いていないのでわかりません。でももしクロエが何か見つけたらここまで降りてこなきゃいけませんね。上から叫んでも何も聞こえませんから。何それ、アンに何か作れっつってるよね。糸電話でもつける？いちいち下まで降りてこなくてもいいように通信できる何かを作りましょう。簡単に言うけど何作ればいいんだ？無線機？信号旗を上に置くのはどうだ？船乗りみたいに合図が送れるぞ。おお。でも誰も展望台を見ていなかったらどうします？それに夜は暗くなりますし、その代わりに警報器を置くのはどうですか？おお。警報器の音で動物たちが怖がってしまうよ。トムも嫌がるしね。鐘を取り付けよう。合図を送るにはぴったりだと思うよ。なるほど。いや、僕が秘密の合図になるような何かすごいのを考えます。フクロウの声とかね、ほうほう。やっぱり鐘でいいと思いますよ。冷静に言うなよ。間違ってフクロウがスコッティの合図に反応してしまうかもしれません。なるほど。それはそれで面白いけどね。クロエちゃんいつの間にか下に戻ってきてたわ。ああ。アライグマ見えんのかな？しまった、アライグマ。アライグマどこ？アライグマの巣どこ？あ、ここか。ああ、でも普通にはいないね。そういえばハリネズミもここら辺にいるはずなんだけど、もうしばらく見てないな。いなくなっちゃったのかな。まあいいや、続き見ていこう。鐘を取り付ける。おお。ゴンゴン。うるさくね？これはこれでうるさくね？あと何の合図だかわかんなくね？ねえ、さっきの聞こえた？スコッティが鐘を鳴らしたの。そうだね。でも何の合図だかわかんなくね？ああ、聞こえたんだけど、理由もなく鐘を鳴らしたらダメだよ。それはしないわ。鳴らすのはおはようの挨拶と、食事の前と寝る前だけよ。寝る前は鳴らさなくていいよ。あと何か面白いものや危険なものを見つけたり退屈になった時も鳴らす用事多すぎだろ。鐘は危険を知らせる時に使わないと。あとは誰かお客様が来た時とか。もちろん人間のお客様だけどね。ハリネズミは違うよ。じゃあアライグマは人間だけだ、人間だけだ。めっちゃ大人が注意してる。どんぐりは自分のためにこれを作ってどうのこうの？え、何が？え、急にどんぐりの話したけど、なになに？ちょっとよくわかんねえな。よし、続き見よう。棚を置く。おー。パパ、あの鍋でスープを作りましょう。あとフライパンでキノコを炒めたらいいと思うわ。おー、飯時になったらどんぐりが来たぞ。やるな。でも鍋が小さすぎて全員分は作れなさそう。少なくとも2回に分けて作らないと誰かが我慢しないといけないわ。私は家だからね。執事の私がいながら空腹なんてとんでもない。大きな鍋を注文しよう。そうすれば一晩中夕食を作り続けなくて済むよ。
大きな鍋？魔女が持っているような大きな鍋かしら。帽子と黒い猫も欲しいわ。パパ、帽子を買ってくれない？オースティンさん、猫をペンキで黒く塗ってもいい？こいつとんでもねえな。どんぐりがどっか逃げてったぞ今。クロエ、猫にそんなことしちゃダメだ。それに鍋は料理用だぞ。キャンプファイヤーは遊ぶおもちゃじゃないんだ。残念ね。今回は魔女になるの諦めるわ。おう。そもそもどうして魔女になりたいんだ？いい魔女もいるだろうけど。それに猫は塗り替える必要はないよ。世界一可愛い生き物だからね。ゴルニャーゴなんかしないけど笑ってる。クロエちゃんが笑ってた。スコッティ我関せず。入ってこいよ、会話に。飯作るぞ。めんどくせえから絡みたくないのか。飯作らせてえな。さては出来上がった時に来たいな。電話し始めた。ピザの注文なんかすんねん。今からお前キノコの料理作るのによ。よし、続きだ。大きな鍋をかける。ピザ頼むなよ。あ、でも、キノコピザにしたらうまいかな。おー、すげえ鍋でかい。おー。美味しそうな匂いですね。毎日でもこのスープを飲みたいくらいです。まだ食べてないから美味しいかどうかはわかんないよ。私も、パパ、家でも大きな鍋を買おうよ。外で火を焚けば、ママもキャンプ料理ができるし。クロエ、家での焚き火は危ないぞ。それに、コンロで使っている鍋がたくさんあるじゃないか。わかったわ。じゃあ次はママもキャンプに連れてきましょう。スープの作り方やハーブの集め方は私が教えてあげようっと。きっとママも喜んでくれるわ。おう。お、スープできてる？出来上がった？シュ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 。夕食ができたわよ、パパ。オースティンさん、準備はいい？もう食べられるわよね。食べられるんじゃね？クロエシェフ、準備はできているよ。金は決まった時にしか使わないって決めたけど、スコッティ、夕食の準備ができたと金で知らせてくれますか？よし、行け。パパママにをご馳走するのかな？オースティンさんもちろんです。あとナプキンも人数分取ってくるわ。スコッティが走ってった。めっちゃ走ってってるぞ。追う？追う？あれどっか行っちゃった。な、オースティン、子供がどうのこうの。読めなかったあといなくなっちゃった。助けにもなってくれるだろう。それにどうのこうの。ちょっと待って、スコッティがいなくなっちゃった。はい、ないない。もう完全に、この誇りはどこから来たんでしょうね。それはどうでもいい話。もうその前の会話を見逃した。スコッティ戻ってきたし。お前金鳴らしに行くんちゃうんかい。なんだよ、もう。あっちもこっちもおったら何にもよくわかんなかったわ。一頭追うもの二頭追えずだね。セリフ後でちゃんと見よう。よし、続き見よう。夕食を食べる。え、スコッティそこにいるのになった。おー、なんなんその頭。魔女ごっこかな。クロエ、とっても美味しいぞ。これから料理はクロエに任せようか。おう。いやよ、ずっと料理しているなんてつまらないし、大人の仕事でしょ？それは別にいいじゃねえかよ、子供がやったってよ。でも時々なら手伝ってあげてもいいわ。じゃあ明日は大人が料理して、僕とクロエで木の実や植物をたくさん取ってきますね。ああ、なるほどね。交代制っていうのはいいんじゃない？わかりました。でも子供たちだけで森へは入らないと約束してくださいね。でもスコッティは大人みたいなものよ。私より1歳も上なんだから、大人みたいなものよってどういうことで。二人ともまだ子供だ。俺かオースティンが一緒じゃないとダメだからな。それかトムやシャンティでもいいぞ。でもまずは俺かオースティンに許可を取ることだ。そうだそうだ。ウッドさん、わかりました。では日が暮れてきたのでそろそろ帰らないと。明日は早めに来ます。その分新しいことがたくさん学べますからね。あ、うん。お前、学校は？今、夏休みか？いや、でも寒いっつってるからな。どうなんだろう。冬休みか。わかんねえけど。まあいいや。でも、もう暗いんだけどさ、一人で帰るの？湖の反対側まで。帰れんの？どうやって帰んの？走って帰んのかな？
またな、スコッティ。またな、スコッティ。あ、チャリンコできてんのか、今、チャリーンって落とした。一日が完了。パパ、新しい、読めなかった。パパ、新しい友達ができたわ。やったわ。よかったな。新しい友達を作ることは、いいことだ。うん、いいことだ。オースティンと俺も子供の頃よくキャンプに来たものだ。うん、来たものだ。そのおかげで今でもいい友達だよ、キャンプは人と人を繋げてくれるからね。だよね。そう言ったよね、今ね、多分ね。ちゃんと読めてなかったんだ。もう行っちゃった？ここに止めてたのかな、チャリンコ。ちょっと、次スコッティが来た時、ここにチャリンコがあるかどうか見よう。チャリーンって音がしたからさ、チャリンじゃないか、チリリンか。多分チャリンコで来てたんだな。じゃあ湖半周して帰るのか。マジか、大変だね。よし、もう一個ぐらい見よう。新しい一日を始めるっちゃう。ああ、今回ここでやめとこうか。今回はじゃあここら辺でやめとこうかな。明日新しい一日から始めようと思います。うん。というわけで次回をお楽しみに。それじゃあまたね、バイバイ。